どうもノイです。今回は岩沢さんに称号をつけたいと思います。そして軽くですけども、初めて極みとなって称号をつけれる岩沢さんの解説なんかもしてみたいと思います。この動画は無課金で阪神純正と覇を目指す動画となっております。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では行きましょう。はい、岩沢さんのね経歴を話したいんですけども、1991年9月5日生まれの28歳、左投げの投手です。2013年のドラフト1位で横浜商科大学から阪神入団しました。2016年がキャリアハイって言っていいと思うんですけども、10勝9敗、防御率が 2.90、 その年の9月には月間 MVP も受賞しております。ちなみになんですけども、その年のドラフトは2位が横田さん、3位が陽川さん、4位梅野さん、5位山本さん、6位岩崎さんとなってます。はい、プロスピでの能力なんですけども、球威が70、制球70、スタミナが75となってまして、変化球がカット、スラーブ、チェンジアップ、カーブ、そしてツーシームを投げるって感じです。リアタイではツーシームがあるので、イベントでもらった選手ってことで言えば強いと思います。落ちるボールがチェンジアップじゃなくてフォークならなお良しやったんですけども、あまりね、リアタイで使ってる人いないかもしれません。僕もね、一度だけリアタイで、阪神純正の方と対戦した時に使ってる人がいて、感動したんですけども、変化球がね、あまり強くないので、ツーシームを待たれて打たれて負けるってことがよくあります。はい、ではお待たせしました。称号をつけたいと思います。ネットでね調べたら、おすすめの称号は星4の魂の投球みたいなので、まあそれつけれるか分かりませんけども、やってみたいと思います。では行きます。はい、では行きましょう。初めてやからな、緊張する。行くぞ。称号、あーでも星4は 10% か。なるほど。では行きます。称号獲得何になるか、押します。はい。おお。おお、星2つ。来た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 。はい、まさかの星4。永久期間。なんじゃそれ。アイテム獲得と、あ、なるほど。9位がプラス2のスタミナがプラス2ということか。あ、でも星4やったらすごいんじゃないこれ。ありがとうございます。はい、ではね、リアタイで岩沢さん使ってみたいと思います。はい、では行きましょう。称号ついた岩沢さん、どこまで通用するかね。ツーシームから入りましょうか。 OK。 ヒットなったよ。マジか。さあ、盗塁だけされんように打ち取ってんねんけどね。うん、ナイスボール。ツーシームとまっすぐですね。これを使っていかなあかんよな。オッケーオッケーオッケー。でスラブ、あーちょっとだいぶ、さあどうだ、取れる。ありがとう。さあ、盗塁はしてこんと思うけどね。カーブから入ってみようかな。ああ入らない。ツーシーム OK。 ツーシーム打てない人で助かってるかな。 OK。オッケー、ノースリー。オッケー。ヒットならない。なった、よっしゃ。いった、よし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 。惜しい、もうすぐでホームランやったのに。ナイスヒット、よっしゃ。さあ3点取ったんでね、ゼロで抑えたいと思います。これで岩沢さんに勝ちをつけてあげたい。よっしゃ、これアウトにできる。よし、ナイス。やっぱこのツーシームがね強いよ。
さあチェンジアップでどうだ、オッケー、あ、ぶねー、スラーブ、うん、でやっぱまっすぐをね投げとくと、オッケー、ツーシームと分からんでしょう、こういうボール投げてみたい、ツーシームそこのボールになるみたいな、あーちょっと甘い、取れるかな、あーファール、もうちょいこんなんどう、あー、お、振ってくれた、ありがとうございます、勝ちました。はい、というわけで無事に岩沢さんに称号をつけることができました。リアタイでもね十分活躍できる選手だと思います。無課金、そしてね阪神純正を目指している僕にはとてもありがたい存在なんですけども、まあ現実のね岩沢さんは2016年以降ちょっとね苦戦していると思いますので、今年はぜひ頑張ってもらいたいと思います。投げっぷりがね良くてとても好きな選手なので、とても応援しております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。